キリスさん、こんばんは。カジノ法案いらないよね、自由党の人といらないよねと言ってました。あー、カジノもね、これ何でしたっけね、こっちの、またまたね、これでもね、本当に、なんて言うんでしょうか。なんて言うんでしょうかって。まあね、このカジノ法案、もう、今日審議入りして、ね、衆院で可決、したとかね、なんかそういうのを見たんですけど、なんかわずか6時間で、なんか、決まったみたいなね、そういうのの画像も作ったのにどっか行きましたっていうことでなんやろなってね、どこ行ったんやろなみたいなね、いや、これ6時間で審議、約6時間でカジノ法案衆院委員特別委員会ですね、それで可決したみたいで、ということでね、まあ、カジノ作っておいて依存対策とか笑える政府。まあまあ、じゃあそれが公明党なんかがね、今日自主投票、したんじゃなかったですかね。まあ本当なんか公明党もね、内容わからんなと。もう維新に先越されたくないみたいなね、その焦りがですね、出てしまったんだろうなぁと、てしか言いようがないっていうね、まあそういう、なんて言うんでしょうか、まあカジノもありでね、なってしまいましたということで、猫柳さん、お茶、ありがとうございます。死亡消費税の話よ、わら。死亡消費税って何ですか。案の定、独裁色強まってきましたね。まあでもね、なんかこう裏返せば焦りがあるっていうかね、まあ、数で何でもできる、今のうちにやっとけみたいな、まあ、焦りもあるのかなと、その今度ね、プーチンさんと、会うにしても、北方領土が帰ってくるとかね、そういう成果はもう、今の時点でね、もう絶対ないっていうのが、もう出回ってますからね、まあだから今、数のあるうちに、やっとこうっていうのがあるんじゃないんでしょうかと、まあと思いましたけどもね。まあちょっと綺麗な画面でも岩荒彦さん、お茶、正秀さん、あの読売の社説にびっくり。カジノ法案審議、人の不幸を踏み台にするのか。何これ。まあちょっとね、帰ってきたばっかりなんでね、ちょっとかなり緩いゆっくりペースでちょっとやると思うんでね。読売が辛辣なことを書いてるんですね。国会の責任放棄だと。十分審議せずにと。これ珍しいですね。読売ってね、だからその、まあ、自民党よりと、的なね、とこがこういう社説を書いてると。だからまさに今日なんか公明党なんかね、自主投票にするってね、あんだけその、決まるまで慎重に審議入りするかどうか検討すべきだみたいなことを言ってて、なんていうの、結局自主投票でね、それこそ責任放棄だろうと、今日ツイッターにも書いたんですけども、それこそ僕は無責任だと思いますね。で、通ってから、ギャンブル依存対策をきっちりしますみたいな言い訳程度にやってたんですけども、それこそね、公明党、組閣会の皆さん、どう思いますかと。
いや、だから僕はそこもね、ある種公明党が、やっぱりその維新に先越されたくないと。自民党と維新がくっついて公明党がのけものにされたくないっていう焦りみたいなもんね、見て取れてね、まあ、それも面白かったなと。まあ思いましたね。いろいろね。だからまあ公明党は公明党で、なんていうんですか、なんか、支給派というかね、急進派というか、まあ、保守的な、もうやっぱ宗教に一本絞るべきだみたいな派閥みたいなのがあるみたいでね。そういうのなんか、この間日刊現代の高野はじめさんのコラムに、最近ですかね、ちょっと書いてたんですけど、まあ、いや、だからこのカジノがね、まあ、通ったと、だからその後ですよね。その後どういう影響があるかと。こんだけその読売の社説ですら批判するようなものを通してきたと。それの国民の受け止め方、国民世論っていうのがですね、まあ、次の選挙にどう影響するかと。そういうとこがね、そういうとこを僕は、見ていかなあかんと思うんですよね。なんかまあ、カジノ通って、ああ、残念とか、まあ、そういうのもあると思うんですけども、まあ、これによって、次どうつなげていくかと、どう世論に訴えていくかっていうね、そういうとこなんじゃないのかなと、思いましたね。ちょっと、長々と喋りましたけども。先帰ってきたばっかりなんでね。ちょっとゆっくりさせてください。